ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンライン Wii U 版でございます。 Wii U 版やっと出ました。いやー長かったね。で Wii U のベータ版ですが1回だけ遊びました。1日だけ1回遊んで、ガタラをね走り回って終わっちゃいました。だってあれ別にベータテストであって先行ログイン券じゃないからね、レベルとか上がんないしね、ベータじゃね。でやめました。昨日もほんと祭り状態でもう混んじゃって混んじゃって全然ダウンロードできない。記念だと思ってパッケージ版を買ったのに、いやーパッチが当たんない。パッチ当てるのに3時間ぐらいかかったかな、もっとかったかな、わかんないんだけど、ダウンロード版に関してはもう全然ダウンロードすらできない、買わせてくれない状態らしくて、ひどいですね。ひどいというか楽しい祭り、いやこういうお祭りワッショイを楽しみたいんで非常に嬉しかったですね。初日歪んだ気持ちですが嬉しかった。でね、これがもう3月30日に出るってことはベータ版って一体何だったんだろうって感じしますよね。だってもう1週間前とか2週間前にはプレスしてるわけじゃん。このディスクは出来上がってるんですよ、その時には。だからもう意味わかんないよね。でなぜかパッチ当てた状態、いっぱいいっぱい完璧に当てた状態で出せばいいのに、ものすごい初回に時間かかんの。あんまね画面は見せられないんですけどね、机にさんははっきりとねプレイ動画とか一切禁止しますってもうドカーンと載せてますんで、ちょっとあんま見せられないんですが、こう Wii U ゲームパッドできちんと動いております。すごいでしょ、これだけで完全にできました。音楽、オーケストラ音楽がとにかく盛り上がる。でね、この Wii U パッドの音楽結構いい音出してくれた、驚いちゃった私も。あとね1点と思ったのが、まあこれ6000円でしょ、6000円なんだけど20日間プレイチケットついてくるのね。それが新規ユーザーだけ、引き継ぎユーザーは20日チケット使えないの。引き継ぎの人はスライム帽子と福引券20枚がもらえますよって、なんか泣きなしの机にからのプレゼントもらいましたけど、20日分のねプレイチケットぐらいくれてもいいんじゃないかなと思いましたけど、6000円出してんだから。あとねゲームの中身の話になっちゃいますが、メグメタをね捕まえてくれる人が結構いまして、オルフェア2丁目の7番地待ち構えてるのか分かんないんですけど、結構運よく捕まえてくれる方いて、まだねそれでもスライムチャイムにめぐめた全然捕まんないよ、はぐれめぐみどこにいるんだよっていう書き込みよく見ますがね、まあ、よくいる時間はやっぱ夜ですね。そんなわけでドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンライン、これからねどんどん盛り上がっていってほしいというか盛り上げましょう。 Wii U 版やっと出ました。バイバイ。